本田翼さんに似顔がよく似てると言われ、はじめ社長さん、ヒカルさんの動画でも似てる人として出演したことがあります。 YouTube で生かすにはどんなコンテンツがいいと思いますかってことなんですが、本田翼さんが一人でなんかこういう感じのサムネのありますよね。なんか600万回ぐらい回ってるんですよ、近況報告とかだけで。いや、本田翼さんってもうね、すごいんですよ。もうなんかすごいゲームが大好きな、そうなんです、そうなんです、ね、もうなんかゲームが好きとかもそんなレベルの話じゃなくて、もうね、すごすぎるんですよ、あの人は。なんかもう YouTube に関しては、本当もう誰も真似できない戦略を取ってるんですよ。てか多分戦略とかじゃなくて、もう本田翼っていうコンテンツなんですよ。すごい。だってね、なんだっけ、ホンダのバイクって YouTube で最も動画の投稿本数が少ないのにチャンネル回数が多いチャンネル一つです。219万人今いますけど、はい、だってなんか近況報告でこれです。929万回回ってるんですよ。2分58秒の緊急報告で。何にも編集しないで、ただ喋ってるだけなんですよ。これ、袖こんな感じで。もうね。チャンネル その登録者の人はゲームしてる人が多いのかな。ゲームとか、っていうかもう多分ね、もうそういう他のあらゆる説明が成り立たないんですよ、この人のチャンネルの場合は。だから、本当に似てるんだったら、多分同じ戦略でいけるはずなんで、本田翼さんの近況報告を真似したりとか、本田翼さんがもし例えば、なんか例えばコンビニのケーキが、なんだろう、美味しくて止まらないんですみたいな放送したらどうなるかみたいなコンテンツをひたすら垂れ流すのがいい気がしますけどね。本人がやらないんだけどやりそうなことを垂れ流すみたいな、がいい気がします。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。